皆さんこんにちは、岡田克也です。しばらく前に申し上げた鑑定で、ガラスコップで、熱い緑茶が出るという話、いろいろ反響もありましたが、まあ、これについて、少し調べてみましたら新しい発見がありました。実は同じようなことが閣議で24年前に昭和63年に議論されていたという記録が出てきました。当時の官房長官は小渕さん、そして自治大臣が梶山さん、梶山自治大臣が官邸で緑茶がガラスのコップで出てくるということに対して、なぜなのかという、まあ、そういう疑問を呈して、そしてどこにでもあるような安物のガラスコップで、すぐコップが熱くなって飲みにくいし感じも良くないと梶山自治大臣が疑問を呈したと。必要があれば茶碗を寄付してもいいと、まあ、こういったそうです。まあ、そのことに対して、小渕長官が後ほどの閣議ですが、40数年前からガラスコップは使ってる、こぼれにくいと、湯飲み茶碗と違って簡便だと、最も量も十分入ると、まあ、こういうことで説明をして、まあ、結局引き続きコップを使うんだと小渕官房長官が宣言をされたという新聞記事が、昭和63年3月15日の日経、16日の毎日に出てまいります。15日の日経は夕刊、16日の毎日は朝日です。ですから、まあ、二十数年前にも、まあ、閣議で議論されたぐらいで、まあ、何と言いますか、以前から不思議だなと、まあ、いう気持ちはあったんだということです。しかしなぜかその後もそれが続いているということで、私はもちろん閣議で発言したわけではありません。私なりの疑問としてこのブログで申し上げたということです。本当の理由が何かあるのかどうか、それはまた少し調べてみたいなというふうに思っています。もう一つ、これは記者会見で聞かれましたので、申し上げたことですが、これ外務大臣の時の経験ですが、外国からの お客様がお見えになって、例えばオバマ大統領とか、まあ、各国の首脳が官邸で、私の時には鳩山総理あるいは菅総理と会談をされると、その時に出る紅茶が、まあまりにも苦くて、とてもストレートでは飲めない。もちろんミルクと砂糖がついてますから、それを入れればちょうどいいだと思いますが、まあ、私は紅茶は普通ストレートで飲みますので、とても苦くて、あるいは渋くて飲めない代物です。こんな紅茶だというのはお目にかかったことがないので、なぜかなと、これも不思議に思っています。まあ、こういうこともぜひその遠隔といいますか、理由を調べてみたいものだと思います。まあ、いずれにしても政治とは直接関係ありませんが、まあ、普通少し敷居が高い感じの官邸というものに皆さんに親しみを持っていただきたいと、そういう思いで申し上げました。今日以上。